どうも皆さん、ヒカキンを越したいな TV です。本日はですね、岡田和親さん、三森すず子さんが、結婚してちょうど1年が経ちました。おめでとうございます。ですね、まあ、それについてちょっと、お話ししていこうかと思います。まず1月13日にトースポが、和親とすず子の、まあ、結婚報道を、まあ、新聞で出しまして、で、まあ、その前にですね、まあ、まあ、文春砲を食らわせる予定だったらしいんですけども、ただ、まあ、なんですかね、結果的にはその、まあ、トースポが、先起こしたと、まあ、多分いろいろこうな、まあ、事務所とかなんだか言って文春砲をやられるんだったらトースポに発表された方がいいっていう、そういったいろいろなことがあった事情があったんでしょうね。で、まあ、そのトースポで新聞で出た後に、まあね、文春のライブでね、チキショーみたいなね感じでも言ってまして、で、まあ、確かこういう動画が確か流れましたよね。こういう動画か、これ見るかな。はい、こういう、のがですね、まあ、流れたということでして、で、ああ、やっぱり、まあ、そうだよな、鈴子、そりゃあな、男の、まあ、一人や二人、まあ、十人か二十人ぐらいいて、まあ、おかしくないよな、ということで。で、その後にですね、まあ、数週間後に、ミモパがあったんですよ、ミモリンの、その、まあ、鈴子の、その、まあ、イベントですかね。そこで鈴子が、いきなり泣いて、なんか、みんなに心配かけて、刺しちゃってごめんねって言ってたんですね。で、自分その時前から9列目のど真ん中、真ん中だったんですよ。で、その鈴子の涙見て、あ、俺鈴子ガチ恋勢だわ、鈴子の涙見てこれ鈴子泣かしちゃいけねえなっつって、そっから鈴子ガチ恋勢になりましたね。という、まあ、感じですね。で、それから、まあ、ちょっと、まあ、大体、だから、1年ちょっと経って、4月12日に、まあ、結婚したということで、うん、そうですね。自分も、なんだかんだ鈴子ガチ恋勢やってますけどね。まあ、とりあえず、おめでとうございます。